はい、こんにちは。文法演習問題5回目です。今回は中級編の問題ね、チャレンジしてもらおうと思うんですが、この問題結構引っかかります。ですから、皆さんしっかりこれ解けるかどうかね、チャレンジをしてみてください。では、どうぞ。はい、じゃあ解説しますね。この問題、まあ狙ってるのは感情多動詞っていう部分のポイントなんですが、この問題ね、2番の選択肢に選ぶ人が非常に多いんですね。はい、まあおそらくね、まあ簡単に言うと、ジョーンっていうのが主語に来てるから、ジョーンはショックを受けた方でしょうというふうに単純に考えてしまう人がいます。これどういうことか、ちょっとね詳しく復習しましょうか。ショックっていう単語は、これは衝撃を与えるっていうんです。ですから能動態で使う場合は衝撃を与える、そしてこれを何かしら受け身の形で使う場合は衝撃を受けるというふうに、普通の動詞のするされるとは違って、与える受けるっていうふうに訳してください。ですからもしこのショックを分詞っていう形で使いたい場合は ing で与える、そして ed で受けるという、この基本に即して、あ、ジョーンが来たからショックを受けた側でしょ、ジョーンは自分が問題が解けなくてショックだったみたいなね、そうやって考えてしまう人いるんですが、果たしてそういうことを聞いてるんでしょうか。はい、皆さんは選択肢を見てポイントを絞るんじゃなくて、まずは毎回与えられている文構造を見た上で、正確にね問われているポイントを発見しないといけません。はい、じゃあ詳しくいきましょう。この問題、ここからコンマまでが一つの副詞の塊を作っています。その理由は、ジョーン・クド・ソルブ・ザ・ジョーン・クルント・ソルブ・ザ・クエスチョン、ジョーンがその問題を解くことができなかったっていう主説があるため、まあこういった全体構造なんですよ。で、これで文構造が取れたって勘違いすることはダメです。構造というのは一つ一つの単語に与えられたもんですから、まだこの括弧の中のねところ、一つ一つ単語取ってない部分あるでしょ、これを見ていきましょう。はい、じゃあ空所は一旦置いといて、 as、 こいつは接続詞で主に使いますね。 as sv という形、まあ意味としては、もともと as は同じっていう語源があって、そこからいろんな訳に派生しますが、まあ後で特定しましょう。とりあえず as は直後に it may sound という sv を取っていますよね。じゃあここで聞きましょう。 as の直後に it が来ましたが、はい、この it は何でしょう。ね、it が一つ来てもこいつは何かの役割を必ず持っています。で、今回結論から言うと、これは主説のジョーンが問題を解くことができなかったことを指しています。はい、このように副詞の塊の中に it が来たら、主説の内容をね、指す、つまり後で言うんだけど、ジョーンはね、問題解けなかったんだよっていうふうにメインとなるものが後ろに来る場合も一応あります。はい、もしかしたらこの段階で答えの間違い方気づいた人ね、いるかもしれません。はい、主語はあくまでもジョーンが問題を解けなかったことという事実です。はい、じゃあ続きいきましょう。その事実がメイサウンド。はい、サウンドっていう動詞は何々に聞こえるとか何々に思われるっていう後ろに保護が必要です。サウンドグッドとかね、サウンドナイスみたいに後ろに形容詞を中心とした保護が来ますよね。どこにありますか。はい、保護ないですね。このように必要な要素が後ろにないということは、英語はじゃあどこに行くか、もっと後ろに行ってる場合もあるけど、実はこれね、今回前に移動してます。ここです。はい、ここにあった構造の要素が前に移動してしまってるんですね。はい、なぜこれが前に移動するかは決まりがあるんですけども、はい、とりあえずサウンドに対する保護が前に移動してしまってるというのがポイントです。そして一番後ろ too many、 これは many people のことで、多くの人々にとって何々だったように思えるかもしれないということね。はい、じゃあこれでね、実際問題がね、解けると思います。まあなぜなら文構造を把握したので。はい、じゃあ今回問われているこの保護は主語とイコール関係になるもんなんで、はい、主語はジョーンが問題を解くことができなかったということ、この事実が
多くの人々にショックを与えるんですね。ですから答えは3番でした。ですから、少しね、勉強をしっかり固まった方、勝手に分子構文という単元だと思って、このジョーンがショックを与えた側か受けた側かって考えるんじゃなくて、あくまでも今回の空所はジョーンが問題を解けなかったということ、この事実がみんなにショックを与えたんですね。はい、まあ一回訳してみましょうか。多くの人にとっちゃ、衝撃的だったように思えるかもしれないが、ジョーンはその問題を解くことができなかったというふうに訳します。じゃあね、残り見ていきましょう。結局このアズは何だったかというと、形容詞アズ、S is。 はい、まあこういう形で今覚えてください。まあいろいろあるんですが、こっからここの部分が一つの副詞の塊を作ります。本来アズの中にあるここの構造の要素が前に移動することで、何々だけれどもという情報で訳します。一応ね、なんとかなのでっていう理由で訳す場合もありますし、他にもあの形容詞の位置には名詞が来たりとか、はたまた動詞が来ることもあります。まあその辺の難しい要素は置いといて、まずこの形をしっかり覚えましょう。はい、アズはもともとは同じっていう2つのものが同じですよっていうだけだったのに、このように一定の形に変化したように見えて、はい、なんとかだけどもっていうふうに特殊な訳になったりすると。はい、ですからこれはいろんな過程がありますが、まあこのまずね、形と訳し方を覚えるのが一番早いと思います。はい、ということでした。じゃあね、一応他の選択肢、まあこれはサウンドの直後の保護として使いませんよね。でこのショックとっていうのは、はい、ジョーンが解けなかったという事実がショックを受けることはできませんね。ジョーンが問題を解けなかったということはショックを与える方でしょ。ですからこれも無理と。はい、でこれも to はサウンドの保護としてサウンドトゥールって形をまあ使わない、まあこれで十分でしょう。はい、まあ他にもいろいろ言えることはありますが、とりあえず今回大事だったこと、まずは正確に文構造を見抜くことによって問われているのはこの主語に対しての保護を聞いていると。こういった風にちゃんと文構造を毎回見ておかないと、問題を解いてるからこそ偏見にはまってしまうと。つまり解けば解くほど、うまく解けない場合が、引っかかる場合が出てきますから、必ず文構造というものが土台となって、その上に他の文法単元が積み重なっていると。はい、文構造を中心に聞く問題が本当に多いですから、まずは、構造をしっかり取った上で、皆さんは問題を解くようにしてみてください。以上です。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。